日村、ちょっと衣装破れちゃったんですけど、一旦止めます。あ、お父さん、今ちょっと大変で。何、どうしたの？絵にも紅茶かかっちゃってるし。あ、美術さんって。今日はいません。ちょっと。大丈夫です、修復します。今近くなんだけどさ。電話切れって。あ、お父さんごめん、後でかけ直すから。あ、マジでこれどうする？だから私のせいじゃないって。もしもし。だから切れって。まさかお前に美術修復を頼まれるとはな。うん、ありがとう。思えば23年前、フィレンツェに留学し、チェーザレ・ブランディの修復理論を学び、当時。どうしたのこれ？何これ？風船コスコスするやつです。なんで風船コスコスするやつがいるの？いや、だって美術修復って。今、照明さんに新しい灯台用意してもらってるから。あと、衣装は女性スタッフにお願いしてる。間に合うかな？間に合うかな、じゃなくて間に合わせるの。じゃあ最悪セットとか減らしても。何言ってんの？だってもう時間もないし。お前がやりたいっつったからみんなこうやってやってんだよ。だから時間が。だからみんなこうやって動いてんじゃん。見て、トシエ・シュナイダー、本物のミュージカルスター、え、トルソー、みんなお前のために集めてもらったんだよ。監督だろ、しっかりしろよ。私別に監督になりたいとか言ってないし。ああ？ちょっと喧嘩はやめようよ。うるせえな、お前は風船コスコスしてろ。はい。とりあえずあとワンカット。トルソー全部問題ないです。はい。だったら日村が監督すればいいじゃん。は？日村の方が声出るし向いてるじゃん監督。それ本気で言ってる？私そもそも人に指示とかできないし。え？私降りる。青春すぎておばさん思わずニコニコしちゃう。あ、すみません。としえさん、衣装修復完了しました。え、もう治ったの？衣装は破れても縫えば治るからいいわよね。ねえ。ちょっと待って。何ですか？あの、そのそう、これカチンコ。これどうやって使うの？わかんないし全然。単にカメラが回ったら。昔映像学科の先生が言ってた。監督は素人にでもできるけど助監督はプロにしかできないって。だからあの、だから決めた。私素人を突き詰める。何言うのかと思ったら、素人を突き詰める宣言って。すみません。胴体届きました。おお。
照明さん、ありがとうございます。スマホ切っとけよ。すいません、照明さん、日が暮れちゃったんで照明プラン変更でお願いします。私のいない間に何があった？風船 OK、 トルソー OK、 照明カメラ周り OK、 あとなんだっけ。ええ、さっきはすみませんでした。改めて本番よろしくお願いします。照明さん、カメラさん、はい、よーい、アクション。今あなた方二人手と手を取り合い、映画の道極めんとミラー、いはその手にI'm not afraid to die.